山だけがゆっくり外から抑えます。さあどうやら4番唐木雄隆をアウトコースから山崎宏美が抑えます。その上を6番の伊藤義郎が叩くかどうか。まず抑えましたのが山崎宏美、上から叩きます。伊藤以下中部キングが叩き、関東は中段、唐木雄隆は7番手からとなります。さあ唐木雄隆は7番手から今度は外に上げました。唐木雄隆が外から上げます。逃げたのが6番の伊藤義郎。さあ中段の外まで4番唐木雄隆を追い上げました。最終1区となります。4番手以降並走です。まず中部近畿は6番伊藤義郎先行、番手は表広明、3番手は大川 AG、 それを並走上からまくる。沖縄コンビは唐木雄隆ですが、合わせる1番の表が合わせるが、その外をまくる4番唐木雄隆。さあ合わせました。1番表広明が合わせきった。3番三賢治は1番の表に切り替えまく。逃げた伊藤義郎、番手から追い込んだ表広明、その上から8番大川 AG がさらに伸びて、中尾2番の小室孝弘、波乱の結果です。一レース早々これは波乱の結果、予選競争です。逃げた伊藤番手表でしたが、その後ろから8番大川が指して、中尾強襲、2番の小室孝弘、表がその後ろ、8番2番1番でしょうか。まずは一レースは波乱のスタート、A級予選の一つ目、決定まではしばらくお待ちください。合わせるように中段から奈良原雄介ともに上げますが、まずは7番石坂英吾が前を抑えます。石坂を抑えまして鈴木の方を下げまして、上から奈良原が叩きます。奈良原が叩き、残り1周半出しを迎えます。石坂は中段を取って2番、鈴木博人が4番手、上から今度はさらに叩きます。さあ抑えました奈良原を叩きました鈴木博人が逃げる流れとなりました。中段奈良原雄介、石坂英吾は7番手。さあこれはかまし組の先行、鈴木博人が取りました。残り400です。奈良原雄介、高木ら号4番手から5番手、車間を詰めていきますが、さあまくる4番手から奈良原がまくる流れ、7番石坂は候補です。さあまくる奈良原がまくる、逃げた2番の鈴木、マークの9番の佐藤がブロック。さあ佐藤が止めた、佐藤が止めて外から7番、7番石坂も下げます。アウトコースから1番の坂平号が伸びてきました。高平号が伸びまして、鈴木博人か石坂英吾が接戦です。逃げたのが鈴木、中段から奈良からまくれず後方から石坂仕掛けましたが、1番高平が最後は自力、2着ロスイが2番7番接戦です。高平号は先着しましたが、2着争い、これは接戦でしょうか。外は7番石坂、インコースは鈴木、勝ったのが高平号、2着争いが7番2番が際どい勝負、決定まではしばらくお待ちください。まず黒田早坂、栃木の2人が前で出ます。福井の2人は江端と奥出が3番手4番手、愛媛の2人は今野広川が7番手8番手を待っています。さあ3番手の江端、7番手から今野、どちらがかけるか。ここで後方から今野大輔が上げます。さあ久留米初登場の今野が一気に叩きます。栃木勢は飛びつきますが、飛びつけるかどうか。さあ飛びつく黒田は飛びつけませんでした。そして9番の江端が外から一旦かましていく、また江端がかまします。江端、奥田健志郎、福井の2人が7番近野大輔を叩きました。さあ叩きました、江端が叩き切りました。追ったのが3番奥田健志郎、それに近野広川本線が乗り換えに役を切った最終バック、江端が叩き切りました。マークの奥田健志郎、3番手から近野大輔、そして4番手広川康明。さあ本線これは苦しいか、かかった感じ。9番の江端、番手から3番の奥田健志郎、外から近野大輔です。3名横並び、近野大輔が届いたかどうか。江端のかまし乗った奥田健志郎絶好でしたが、3番手からよく伸びた近野大輔、どうでしょうか。今野が届いたかどうか、接戦です。これは3名接戦ですが、わずかに今野届いた感じか。福
福井の赤ましが決まったかと思われましたが、外から教習近野大輔です。奥で健志郎、江端隆、両名が2着3着でしょうか。予選3レース決定まではしばらくお待ちください。さあ、まずは外から2番の堀良介が抑えます。8番山崎の方は下げます。現在1番福間の方が2番堀マークを取っていますが、さあ9番黒木あたりがもう一度追い上げるんでしょうか。2番手釈迦を切ったの2番堀良介です。1番福間がどうやらマークを取ったのか、上から8番山崎がいました。山崎が叩きますか、同時に上げました。2番の堀良介、同時に上げまして、今度は2番手を上げました。8番山崎が追い上げます。さあ2番手もつれまして、後ろを離れた感じでしょうか。7番有本が外からまくっていきますか。さあ2番手並走です。逃げた2番堀良介、後ろこうなったら切れます。2番手離れまして、9番の黒木、上から3番八木浩二、上7番の有本直樹。さあ2番手離れました。1番福間懸命に追っていますが、後続は切れました。先行堀良介、これは逃げ切る。3番八木浩二が外から上げまして、1番福松とのあたりか、後ろ並走堀良介、後続を完封逃げ切り、後続は切れまして3番八木が続きまして、1番の福間が粘った感じでしょうか。体勢的にはどうやら2番3番1番でしょうか。予選4レース決定まではしばらくお待ちください。友永を抑えまして8番森田が前を切ります。まず柴田と中畑、中部近畿の前を北日本の2人、森田と高橋が前を切ります。そして3番手上からそれを叩きます、林大吾が叩きます。さあ森田がどう出るか。さあ森田は下げました。3番友永が4番手上からさらに叩きます。さあそれを止めるか、5番の高鍋、突っ張っていたのが林大吾、上から叩く3番の友永ですが、林大吾が先行取りました。福岡ラインが先行取りました。4番手は9番の高島一郎、そして6番の柴田正樹が4番手から上をまくって200を切った最終バック。先行は林大吾、番手は高鍋邦明、3番手は徳吉弘樹、本戦福岡4番手は高島一郎直線。さあ高鍋邦明が捉えるかどうか、林大吾と高鍋邦明並んだ後ろ7番徳吉、どうでしょうか。林大吾か高鍋邦明か、どうやら人気サイド福岡ワンツースリーですが、林大吾が振り切ったんでしょうか。高鍋邦明と7番の徳吉弘樹、どうやら1着争いが1番5番3着通過7番徳吉、決定まではしばらくお待ちください。下岡は下げまして、まずは藤岡と藤原、四国の谷が前を取りまして、9番の下岡をまずは2番の大関が抑えています。さあ大関が3番手を抑えています。それを前から見ている1番の藤岡ですが、その藤岡を上から叩きます。大関が叩きまして、中段は藤岡が取りました。9番の下岡勇気が6番手、6番慎太郎は短期9番手となります。さあ今度は6番手から9番の下岡が発進を取りましたが、前からかけていきました。2番大関やそれを9番の下岡が叩きますが、マークの鈴木はやや口がいたか。さあ外から9番下岡が叩きたか、それに2番の大関が乗り換えまして、5番
石橋、工藤がその後ろ、後方からまくる。藤岡がまくって、まくの藤原四国勢がまくるが、叩き張った9番の下岡行き、番手に収まったのが2番大関裕也、そして1番藤岡が外から伸びていきますが、さあ藤岡隆二が外を伸びていきました。藤原博士と四国ワンツーでしょうか。一気にまくりました藤岡隆二、これは快勝です。水槽藤原と四国のワンツーが1番7番。下岡が粘っての三着あたりでしょうか。第6レースは初日の特選、1番、7番、9番でしょうか。決定まではしばらくお待ちください。さあまずは6番馬場和弘を抑えます。中段を抑えた3番の中西大です。前から誘導との車間を切った4番の最佐5回、今度はその連を3番中西が抑えますが突っ張ります。最佐5が突っ張ってきました。それを強引に叩く3番の中西が叩きました。中西が叩きまして6番の馬場の方が4番手上、下げた最速回は4番手インコース。さあ中段決めた6番馬場が中段を決めました。最速回は後手を踏んで7番手最終打ち粉、中西大がかけました。マークの高間雄慶、3番手は三浦俊樹、4番手は馬場和弘か関東3名阿久津周と宮内善光です。最速回7番手からさあ力が残っているか、まくっていきました星島大前ライン3名ですがいっぱいです。さあ4番手から馬場を仕掛けますが2番の阿久津は中をつきました。外9番の大前突っ込んできました。3番の中西大が落車しました。中西大そして2着は大接戦です。中西大が振り切りましたがゴール前での落車もありました。さあゴールを見ましょう。中西大が伸びて外から9番大前よく伸びていきましたが、この2着争いですが大接戦です。このレースゴール前落車はありましたので投票券は大切にお持ちください。しかも2着は接戦です。4コーナーからの審議、このレースは4コーナー審議となります。さあ両選手が一旦どうやら前を切ります。それを見ている4番横関がさあさらに阿部を抑えます。まず横関と宮越の中部が抑えました。上から堀内菅野茨城の2人がさらに叩きます。その上から9番の成松がさらに行く流れとなります。さあ成松がさらに叩きます。5番の堀内を叩きました。9番の成松、1番阿部孝之が3番手追い上げました。さあ3番手1番阿部が追い上げました。最終1コーナーから2コーナー先行9番成松春樹、番手は2番吉本拓司、3番手1番阿部孝之、4番手5番堀内昇、3番菅和彦、茨城の2人は4番手5番手、2番手車間を切った2番の吉本、2センター第4コーナーを買っています。さあ逃げる逃げる成松、番手から2番吉本が一気に追い込んできました。吉本拓司、阿部孝之、そして5番堀内あたりか。どうやら3着争いです。吉本が先着、うまく番手追い上げました。1番阿部が追走2着、そして堀内が伸びたのか。体勢的にはどうやら2番、1番、5番でしょうか。予選勝ちレースは決定までしばらくお待ちください。合わせて中段から島川が共に上げます。さあ小川健人も組み上げています。小川健人も組み上げました。まずは北の2人を出しました。さあ北の2人を出しまして小川健人が現在3番となりました。島川雅樹は現在5番手、残り1周半打賞です。3番手は小川健人、そして5番手は島川雅樹、
8番溜田が作ってさあ上から叩きます。5番手から発進、島川崎が発進を慌てて1番の小川健斗、小川健斗と島川崎が同時に出ました。外から出ました島川崎に1番小川健斗がどうやら切り方か、小川健斗がどうやら番手を飛ばすか、小川健斗と山中がやり合ってその後ろ9番高市、さあ番手は7番山中、取り切ってバックを通過しました。先行島川崎、マークは7番山中隆夫、3番手インコースは小川健斗、外は9番の高市のいたら、島川雅樹の快勝、四国の1、2、3か。島川雅樹が叩いての逃げ切り、そして小川健斗とやり合った山中が追走2着、高市まで続いた感じでしょうか。どうやら2番、7番、9番、四国の3名で決まった感じでしょうか。決定まではしばらくお待ちください。3番の池田隼人です。さあ今度は佐藤和也が3人上げまして9番の北野も共に上げています。さあまずは外から中島正隆を抑えまして9番の北野がどうやら番手に切り込んでいました。さあ番手戦です。抑えました中島正隆、後ろ軽走、中段2番佐藤和也か、北野3名が5番手からタイミング分かっていますが、さあ9番の北野が番手をさばきました。最終1コーナー逃げたのが中島正隆、さばきました9番北野義から1番林の音、3番の池田が乗り換えまして2番佐藤和也は6番手、さあ番手から9番の北野がまくる、北野がまくってた、北野がまくる、追ったのが1番の林、そして3番の池田隼人、5番高橋大作、2番の佐藤和也はつきました。さあ9番の北野義からの後ろから1番林直人ですが、林直人そのインコースから2番佐藤和也、並んだ外3番池田隼人、北野がさばきましてまくって林直人、その中を強襲しました2番佐藤和也、どうでしょうか。1着争いは1番2番です。3番の池田が外を伸びたの3着ですが、1着争いが2番1番、決定まではしばらくお待ちください。そして6番の鈴木が後ろ4番の稲城を見解しています。3番手外に6番の鈴木、そして4番の稲城の方がその後ろから、さあ抑えまた清水を叩く、鈴木隆二が叩きました。3番の清水は中段か、さあ稲城が中段追い上げていきますが、ここは3番の清水がどうやら中段を取り切りそう。さあ外は4番稲城ですが、3番の清水がここは3番手、1番の山崎が7番手、足を貯めている。1コーナーから2コーナー鈴木隆二が逃げました。そして3番手からまくる、3番の清水がまくって5番、後方から1番の山崎が一発仕掛けました。後方山崎の勢いがいい、一気に仕掛けました1番の山崎義人、8番は斉藤俊信、北の2人が完全に抜けました。3番の清水博とがツイスト、5番は積み広し、山崎義人、斉藤俊信、清水博と3名で決まっています。決定まではしばらくお待ちください。ゴール体制は1番、8番、3番でしょうか。